どうも皆さんこんにちは。今日はまあね、ドラゴンボールの IC カードのスがね、1パックなんと20円で売ってたので、店にあるだけでね、全部買いたいと思います。それではね、買っていきたいと思います。行きましょう。はい、というわけでね、17パック買いました。1パック20円なんで340円でね、済みました。というわけで次回 IC カードロス第2弾全部ね、回収していきたいと思います。この動画が良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録がね、こちらにできるので、良ければしてみてください。というわけでまた次回のアンジェ TV でお会いしましょう。バイバイ。